これが、うんちとあったかい生理食塩水を混ぜてますね。で、400倍で、これ1枚がにあの、あれだよね、生食だよね。でこれでは原虫がいると引っかかってきます。原虫っていうのはあのトリコモナスとかジアルジアとかね、でそういうのはね、あの温かい生食塩水とフレッシュな便とミックスすると動くんですよ。動かんとまた反対に言うと分からんのですけどね。まあ例えばね、こういう細長いのとかさ、丸いのが動いてますよね。わかります？動いてますよ、これよく見てください。これよく見て、動いてるじゃないですか。ここにもちょびちょびっと動いてるじゃないですか。これ細菌。はい、わかりました。ありがとうございます、わかります。で、これは正常です。動いててもこういうとこね、結構動いてるでしょ、うん、で、さっき原虫って言ったのはこれぐらいのサイズのやつがこの画面を横切るぐらいの動きをしたり、葉っぱが揺れ落ちるような動きをしたりしてくる原虫のがいるんですよ、はい、で、今のところそれはいなさそう。あんまり濃いところで見るとわかんないから、そして薄いところで見るとわかんないけど、まあで細菌もね、実は長細いのと丸い細菌がいるんですよ、はい、長細いの細菌の代表的なのが大腸菌ね。あ、大腸菌、はい、で丸いのの一番よくあるのがブドウ球菌っていうんですけど、ブドウは丸いでしょ。あ、はいはい。で、まあ別に特別腸内細菌数がめちゃくちゃ崩れてるとは思わないですね、これだったら。はい、で倍率をまあ40倍にします。で、この40倍で寄生虫がいたら卵がわかる。卵がいればね、だから線虫とかのね、はい、2倍よ、めんどくさいね、調整するのは。というとやっぱ、あ、いかにも卵っていうやつがね、出てくるんですけど、まあ出ませんね。で、次は炭水化物の消化具合を見ます。便とちょっと溶度系のお薬と混ぜて、うん、溶度反応を見るんですけどね。ちょっとこの辺濃いよね、黒っぽいよね、はい、これは未消化反応がちょっと出てますね、炭水化物のね。あ、ここなんかもちょっと色が、炭水化物、はい、あの小学校なんかでさ、炭水化物じゃがいもとさ、はい、溶度を混ぜると紫色になるとかっていう実験を多分してるんですけど、なんとなくそう、それです、その理屈です。なんか今度は、うんちとスダン3っていう脂肪を染色するやつを混ぜたんですけど、そうそう、染色されてないと、あ、脂肪が消化されてないと赤く染まってくるんだけど、なさそうですね。え、若干赤いか、若干ですね、はい、まあ